写真拡大。ロッテの新助っ人、ケニス・バルガス内野手が自身のインスタグラムで力強いフリー打撃の動画を公開している。プエルトリコのウィンターリーグで MVP に輝いた強打者は、来日へ向けてすでに準備万端のようだ。4スイングの後、ケージを出る際には、後方から撮影していたカメラに向かって雄たけびも披露。状態は良さそうだ。プエルトリコ出身のバルガスは、ウィンターリーグではインディオスでマヤグエスで31試合に出場し、打率376、6本塁打、20打点、OPS 出塁率プラス長打率 1.140 と驚異的な成績をマーク。93打数、35安打、20三振、27四球という数字で MVP に選出された。地元紙も満場一致と伝えるほど、その打撃は光っていた。さっきメジャー出場はなかったものの、ツインズ参加 3A ロチェスターで130試合出場、打率240、21本塁打、73打点の成績だったバルガス。いい状態を維持したまま、ロッテに合流してくることになりそうだ。フルカウント編集。